ブルーカーテンの向こう側男バレーダンサーの沈道中第3話登場シーンでは王子と友人の4人でのわずかな踊りと戯れるような芝居が5分ほどここで王女が登場すると少子と女性ダンサー2人がそっと袖幕に消えていく 7分余りの出番を待つ間、少子は今日自分の踊りが試されるための精神的な準備をした。通常、ソリストが踊るパドトロは3人の踊りの出番はたったの2回だ。王子の友人として場を盛り上げて次の話に繋ぐだけの役である。が、 この役の男性一人と女性二人は、バレエ団でも非常に実力のあるものが選ばれる。この準主役ともなるべき脇役は、女性にしても男性にしても憧れの主役になるための一つの登竜門でもある。普通なら喜ぶべき大抜擢なのだが、少子にとっては一つの試験であった。 ハンガリー国立バレエ団のすべてのダンサーはハンガリー人だ。そんな中、日本人ダンサーを客がどのように判断するかだ。どこからともなく、突然この国立劇場にやってきて、170人編成の大バレエ団の唯一の外国人として迎えられたのは、ロシア人でもなければ、アメリカ人やイギリス人でもない、 バレエ団の中でも最も小さい日本人の少子だった。第一幕の開演から20分後にハイライトシーンである王子の友人たちの踊りパドトロワへと続く。女性二人と少子の三人一緒に踊る場面を終え、次はバリエーションと呼ばれる女性一人きりでの踊りが1分30秒。 ついで、庄司の1分12秒の踊りを終えた。客席から湧き起こる拍手喝采は予想以上に大きかった。庄司は日本人らしく深々と頭を下げ観客に応えた。そして今、二人目の女性の踊りが舞台上で行われている。舞台で挨拶を終え、 袖膜に走り込んだ少子の足の裏の筋肉が、痙攣を起こした。額から汗がボタボタと流れ落ち、せっかく丁寧に時間をかけて塗ったアイラインやシャドウも、にじんで滴り落ちてしまった。ステージサイドに置かれたスピーカーから聞こえてくるのは、オーケストラピットから勢いよく流れ出る音楽。次の少子の出番までの時間は、 残り1分30秒ほどか。